インディアンのロビンフッド、ヘンリー・ベリー・ローリーヘンリー・ベリー・ローリーは、アメリカ、ノースカロライナ州出身のアウトロー。よく組織された集団を率いて、1864年から1874年の10年間、公民権や個人の自由、インディアンの先住民としての民族自決のため、森で連合国の義勇軍に抵抗して戦った。ロビンフッドのような生き方から、 インディアンのラムビー族やタスカローラ族からインディアンドビンフットとも呼ばれ、ノースカロライナ州では英雄的存在である。1844年、ノースカロライナ州のインディアン部族、ラムビー族が住むロブソン郡、ホープウェルコミュニティで、父アレン・ローリーと母、メアリー・ローリーとの住人にいる、子供の一人として生まれた。アレンは、ラムビー族の地が入っており、また祖父は、 バージニア州の裁判官のジェームズ・ローリーである。アレンはロブスン軍の他のインディアンと同様に貧しかったが、200エーカーの土地を所有しており、養鶏場を運営することで、ローリー一家は次第に豊かになっていった。南北戦争が始まると、ノースカロライナ州は連合国に所属した。戦略的に重要なウィルミントンを守るためにフィッシャー、鳥の建設が始まると、 周辺の住民で結成していた連合国の義勇軍がこれに当たった。また、ラムビー族なども捕虜にされて強制労働を強いられ、ローリーのいとこも強制的に働かされていた。彼らラムビー族の強制労働されていた者たちは、義勇軍から逃れて、ロブソン軍の森の湿地帯に隠れ、銃や窃盗で得た肉など食料にして、南軍の義勇軍に対して抵抗していた。 ローリー一家は、こうした者たちを自宅にかくまっていたという。1864年12月21日、ログスン軍で奴隷を使って、農場を経営していたジェームズ・ P ・バーンズが、殺害された。殺害したのは、南軍に抵抗していた者たちに、農場から盗んだ豚や銃、弾薬を密輸して助けていたギャング団のメンバーだったが、そのメンバーの中に、ローリーの兄のジェームズ・ブラントリー、 ブラントとハリスの二人がいた。また、ローリーの父アレンと兄ウィリアムも自宅で密用手伝っていた。ジェームズ・ブラントリー。ブラントとハリスは1865年1月15日に殺害されているが、バーンズ殺害は二人を手助けした父アレンと兄ウィリアムも同罪とされ、1865年3月3日ロブソン軍の裁判で、 有罪判決が下されて処刑された。この時18歳だったローリーは、父や兄の処刑を見て、復讐を誓った。父と兄の復讐のため、ローリーはアウトローとなって、南軍の義勇軍相手に戦った。そのため南軍によって指名手配されていたが、1865年12月7日、KKK のメンバーでもある、ジョンテーラ殺害容疑で逮捕された。しかし、 結婚したローダストロングに助けられて森に逃げた。そして兄弟であるスティーブとトムを誘い、いとこやインディアン、インディアンを助けていたメンバー、さらには二人の黒人と一人の白人も加わり、森の湿地帯でゲリラ戦を展開しながら戦った。武器はショットガンなどの銃で盗んだものである。盗んだ食料はペンブロークの貧しいものに分散して分け与えていた。 ローリー戦争とも言われた。1872年、ローリーは森での戦いの最中ラムビー川の沼地で痕跡も残さず姿を消した。1874年、メンバーで兄弟のスティーブの死亡でローリー戦争は終わった。その後、ローリーは英雄死され、ラムビー族らインディアンの民族の英雄敵とされるようになった。ありがとうございます。